ラウリピカララウリタハコピヒからは、フィンランドにおいて野球が変形した形であるスポーツ、ペサパロドの考案者。また、多くのスポーツのファンでもあり、数多くのスポーツの発展にも尽くした。1908年のロンドンオリンピックと1912年のストックホルムオリンピックに出場している。ロンドンオリンピックでは走り高飛びに出場し、16位となっている。 また、円盤投げ競技にも出場しているが、順位の記録は残っていない。4年後のストックホルムオリンピックでは、男子800メートルに出場したが、一時予選で敗退している。フィンランド内戦の間は白守軍のハンスカルム少佐の飛行部隊、クフモイネムの悪魔のプロパガンダ行為を行ったとして、罪に問われている。この部隊は強制収容所に収容されている。 子供たちの大規模な処刑を行ったことなどで知られている。また、極運の政治活動家としても活動しており、優勢学の熱烈な支持者でもあり、強靭な軍人であることを重要視した。ペサパロの発明は、この差別的な思想から来ており、軍でのトレーニングとして考案されている。ありがとうございます。